ちゃん。こんにちは。はい、豊さん。はい。ついに侍ジャパン動き出しました。なあ、はい、世界一への道ということでね。はい、あのね、あの練習はしてましたけれども、まあそうだね、試合ということで。全員集合してるわけじゃないから、そうですね、まだ。まだこう、チームとしてはね、未完成な部分があったりとか、はい、まあそれでも調整をするというね。うん、だけど、あの、強化試合、まあ今日からスタート、第1戦、まあソフトバンク戦が、宮崎で。はい、まあ行われたけどもね、はい、まあ、気温が低い中、まあ、調整といっても非常に難しいと思うけども、うん、まあ結果はねこういう風になってます。はい、スコア的には、ね、ソフトバンク4対、うん、まあね、ジャパン8でソフトバンクの方は、はい、3月31日に合わせればいいわけだから、うんうん、まあ、だけどジャパンの方は日本の方は3月9日に合わさなきゃいけない、うん、ね、ソフトバンクはまだ1ヶ月以上ありますからね、まあ、そうだね、うん、だからそこから辺のその調整法っていうのがだいぶちょっと違うなっていうような感じはしたけどもね、まあそれでも試合は試合だから、そうですね、はい、はい、まあ、それで注目のじゃじゃん、はい、今日のオーダーですね、先発メンバーね、はい、はい、1番セカンド山田、はい、まあ源田2番に入れてショートですね、はい、はい、で DH に山川、うん、で村上、はい、サードで近藤がレフト、はい、まあ、海を6番、うん、7番に岡本、なんかすごく違和感がない、あります、これ試合見てる時も聞きましたけど、なんでって思うよね、そうですね、まあだけどこう岡本を使う時に、うん、やっぱ7番で使いたいんだろうね、7番で使うんだよ多分、うん、だからまあ6番に入れたりとか7番に入れたりとかっていうよりも、うん、7番の打順の巡りに慣れてもらうという、なるほど、じゃあ、まあ、例えば吉山聡とか、ね、はい、鈴木誠也とか、うん、入ってきた時にまあ岡本が7番になるんじゃないかと、もうその場所というか打順を固定したいということですかね、まあ、そうだね、そこにやっぱり岡本ってさいつも上位を打ってるから、そうですよね、うん、だから回を今全然打ったことないから、はい、だからこの打順のリズム、うん、そういうのに慣れてほしくてやっぱ7番に使ったんじゃないかなっていうふうに思うんだよね、で、はい、回を上げといて、うん、でシュートでサポートメンバーの松原ということで、はい、まあスタートするんだけども、はい、まあそうだな、山田の1番、村上の4番、岡本の7番、はい、ここら辺がまあ本ちゃん入ってもそういう風になってくるかなって、あとはやっぱちょっと変わりそうな感じはするけどね、そうですね、まだなんかできてない選手っていうのも、まあ、いるからね、いますので、うん、だからまあここら辺はね本当に始まったりとか調整を見たりとかしてね、うん、はい、やっぱこう感じていかなきゃいけないんだけどもね、はい、はい、ということで今日の試合、はい、まあ先発ピッチャーは佐々木朗希では、はい、ちょっとねポイントになったこととかいろいろこう見ていってほしいんですが、投手のこと ね、はいはい、今日の投手陣と、はい、豊かのピックアップ気になった、はい、いいとこ悪いとこ、まあそうだね、まあピッチャーと野手に分けてやってるけどねっていうような感じですかね、はいはい、青が良かったところ、はい、赤が課題という感じですか、まあそうだね、はい、まあ黒はもうそんなに問題ないよっていうような、ね、はい、まあそんな感じで書いてあるんだけども、はい、まず佐々木朗希、はい、問題克服、うん、これ昨年の強化試合で、はい、やっぱボールが抜けたりとかしてたんだけどもさ、うん、やっぱ見事に合わせてきたね、うん、でこの時期にあの寒さの中162キロ投げるんだもん、すごいですね、うん、もうほとんど完璧だったね、うん、でまあ先頭バッターに悩んだら打たれるけども、はい、そんなに慌てることもなく、うん、ピシッといったよね、うん、まあ、新聞報道でもあった、はい、スライダーを習得してるというような、うん、ボールも試して三振はしてたけどもね、はい、ボールというのは昨年までちょっとあまり見なかったボールで、うん、まあ、そこら辺を試しに投げて三振を取ってたという、いやー頼もしいね、うん、いや本当に淡々と投げてましたよね、まあ、そうそう、うん、まあ、これだけの調整ができてたらもう本当にもう君に任したみたいなさ、うんうん、まあ、そんな感じの出来栄えだったよね。で今なんか、はい、もう全くの問題なし、うん、淡々とやってるで力むこともなく、はい、自分の力をいつでも出せますよというようなそういう状態で今いてくれるよね。まあ三角だけど、まあ丸ということですよね。まあ丸ということだけど、うん、もうねなんかね問題がなさすぎて面白くないから三角にしたんだけど、はい、まあ、もうちょっと状態は上がってくるとは思うけどもね、うん、でも今のままでも十分、うん、投げれるなと、はい、で伊藤大海、うん、
もうねボール球ないんだよ1球も、うん、バン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 いって三振取る。だから気持ちで押せてるというかさ、うん、この時期にその、まあ、150キロオーバーも投げてたし気持ちで押せてるから、はい、だから非常に充実をしてるよね。まあダルビッシュと一緒に自撮りとかもしてね、はい、その兄貴分みたいな人がベンチで見ててくれて、だからまあなんか気持ちよくやってるよね今ね、うん、だからこう伊藤も完璧。なるほど、ね、はい。で宮城、はい、でらしくないんだよね。そうでしたね。宮城はね、まあ2イニングは投げるんだけど、うん、先頭打者にいずれもフォアボールを出してるんだよね、はい、で宮城って非常に低めに制球ができて緩急も使えてっていう、はい、だからまあそのピッチャーが先頭打者をフォアボールで出すっていうのはあんまり見ないことなんだけどもさ、うん、まあそこら辺その調整が遅れてるのかちょっとボールの馴染みが悪いのか、うん、でボールってねなんかね一球一球違うみたいなんだ。滑るボールもあればなんかしっくりくるボールもあるみたいな、うん、だから非常に難しいらしいんだけどさ、うん、でも宮城がちょっと変化球も高めに浮くし、うん、らしくないんだよね、うん、ただ左ピッチャーが少ないだけに登録されてる左ピッチャーがね、はい、だから宮城とかこうしっかりしてほしいなっていうような、まあ、希望はあるけどね、うん、まあ、他にも投げれるピッチャーたくさんいるんだけどもさ、はい、やっぱこうちょっと微調整というよりもちょっと投げ込みをした方がいいかもわかんないね。なるほど、うん、ちょっとボールが合ってないのかそれとも状態が遅れてるのか、うん、まあ、ここら辺がちょっと不安なところだけどね。ね、フォアボールも2つあってそうなんだよですね。でね、捉えが4本ぐらいヒット打たれたんだけども、そうですね、捉えられ方がさ、うん、完璧なんだよね、うん、だからボールもボールにも切れてない、スピードもそんなに乗ってない、うん、まあそういうことから考えるともう少し投げ込んだ方がいいかもわかんないね。なるほど、それはもうボールにも慣れるためにということも含めて、もちろん、はい、はい、はい、で宇田川、はい、悪くはないんだよ、だけどねボールが抜けるんだよね力を入れると。これが罰ということで、うん、まあ、要は要請、その昨年の日本シリーズの印象があるから、 そうですよね、それから比べるとボールがちょっと抜けたりだとかいろいろするんだよね。これはまたボールが違うとかそういったことだけではない、だけでもないような気もするけどね、うん、うん、だからここら辺はやっぱ疑って、あの大事なランナーがいる時にポンと差し込まれる可能性があるからね、うん、やっぱ高めの抜け球っていうのはちょっと怖いような気もするし、ね、だから低めに制球ができるようにね、うん、ちょっとやってほしいなっていうふうに思うよね、はい、で戸郷、はい、戸郷はねピンチを迎えたんだけども、うん、まあちょっと微調整のような部分だよね、うん、まあそんなにあの悪いっていう印象はなかったし、はい、まあ、っすぐな走りはすごく良かったけど、うん、フォークの落ちがちょっと悪かったね、うん、まあそういうところをまあ調整すれば、まあ戸郷は大丈夫かなっていうような、うん、やっぱりリズムもいいし、まあ取ってからのそのなんていうのかな、バッターに対しての対峙仕方っていうのももう本当にシーズン中のまあ戸郷らしく、うん、振る舞ってたしね、だからそんなに悪くはな見えなかったんだよね、はい、まあ、あのフォアボールを出したりヒット打たれたりはしたけども、うん、まあ、だけどボール自体コントロール自体、まあ、その後は微調整で大丈夫だなというね、うん、まあ、そんな感じがしましたよ、はい、はい、それで、試合が終わってタイブレークの練習をしたんだよね、うん、無視ランナーセカンド、ノーアウトランナーセカンドから始めるんだけどもさ、はい、まあ、その時に高橋宏斗が、うん、まあ、マウンドに登ってきた、はい、この起用っていうのはやっぱ高橋宏斗っていうのは三振奪取率ものすごい高いピッチャーなんだよね、うん、だから、まあ、こういう大事なところで三振の取れるピッチャー、うん、まあ、そこをこう差し込んでいったんだけども、まあ、1点取られる、まあ、ソフトバンクの方は送りバントを使わずに強行、うん、センターフライセカンドランナーがタッチアップ、はい、ツーアウトになったけど、まあ、ヒットで返されるというね、うん、まあ、そういうことになったんだけども、その時に高橋宏斗に感じたのはまっすぐはやっぱ素晴らしいんだよ、うん、でもね変化球はやっぱサードランナーがいるから、うん、やっぱこう叩けないんだよね、まあワイルドピッチとかそういうことになったら1点だし、そうですよね、多分ねそういう意識もあったんだと思うよ。普通に投げたら多分ねいいんだと思うんだけども、はい、やっぱランナーを想定して、うん、試合を想定した時にやっぱワイルドピッチを避けて
多分ボールが高めに浮いてたんだよね、変化球だけ。なるほど、うん、で打たれた後に最後のバッター三振取るんだけど、はい、それはフォークで三振取ったんだけど、素晴らしい低めに投げてんだよ。だからまあキャッチャーを信じて、ね、低めに投げた方がいい。なるほど、うん、じゃないと自分が損するよ。大丈夫大丈夫、止められるだけのキャッチャー揃えてるから、はいね、はい、ね、だからあんまり変な神経を使わないように思い切って腕を振ってほしいな、うん、はい、はい、というようなピッチャー陣ですね。はいはい、はい、うん、だからやっぱさすがにねレベルが高いよねピッチャーだから安心した。はい。はい、で、次はその他の豊さんの気になったいいとこと、ちょっと課題の部分のピックアップですね。はい。はい、で、岡本がチャンス、ノーアウト、うん、ノーアウトじゃない、満塁でね、はい、チャンスを迎えた時に、まあ、初球のスライダーを右中間に持っていったんだよね。はい、いや、それはたまたまじゃないのとか、いろんなことを言われる人はいるかもわかんないけども、うん、この初球から打ちに出れたというのがさ、いいんだよね。で外国人ってどん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 攻めてくるしさ、うん、それを 初球打ち返していけたということは、だからすごく岡本の状態もいいだろうし、非常になんかこう頼りになるバッターだよねやっぱね、岡本って、うん、まあ、さすがに巨人の4番を打ってるだけあって、うん、まあ、勝負強さも持ってるし、まあ、その中で岡本と近藤非常にバッティングの状態がいい、はい、まあ、近藤はさすがだよね、うん、選球眼も良ければ、うん、苦し紛れに取ってきたストライクは打ち返すというね、うん、岡本ももう一つの満塁の時にレフト前とかね、うん、今度は右に打ったら左に引っ張るとか、非常になんか頭もクリアに、うん、非常にいい状態で2人はいるね、はい、うん、で甲斐の状態って書いてあるんだけど、はい、甲斐はね初回に牧原が向こうの内野安打で出るんだよね、はい、で中村の3球目に走ってくるんだけども、はい、外にこっちに抜けたボールをパーンと肩入れてセカンドで刺したという、うん、だからバッティングはそうでもなかったけど、キャッチャーとしてのフットワークだとか、うん、送球だとか完璧な状態にいるね。なるほど。あ、だから頼もしいねやっぱりね、彼がしっかりセカンドで投げてアウトにしてくれたっていうのはね、はい、うん、次に牧と中野のコンビで、はい、ゲッツを取るんだけどもさ、はい、やっぱりこう他のチームで、うん、同じ内野手でもどんなボールを投げてくる、どんな強さがあるとか、まあそういうことがわからないままね、まあ練習やってるからもうほとんどわかってると思うけど、はい、まあその中でゲッツーを取れた、うん、まあこれはやっぱこう一つ安心感、うん、まあ良かったなっていうふうに思ったね、うん、はい、ノーアウトランナー1、2塁の時に、うん、まあ中村、まあ、送りバントを確実に決めてくれたという、はい、だからこれも安心感、うん、まあ日本のお家芸だからね、もう絶対こう送らなきゃいけないところで送れたということが、うん、まあ収穫だし、なるほど、はい、これからがちょっと赤い文字になりますが、まあ、そうだね、まあ周東と中野連続エラー、はい、まあ周東がサードゴロを取ってランナー一塁で、はい、でセカンドに入ったゲッツーを取ろうと思って牧に投げたのが、はい、ね、先発は外野で出てきた、途中から内野の守備に、ね、つきましたからね、まあ、そういうね、こういろんなところで使われるっていう難しさもあっても、うん、はい、やっぱこう送球だからね、うん、それが牧のこう左上に抜けていったんだよね、はい、だけど牧も周東のボールがある程度こっちにシュート回転しながら抜けるっていうのが分かってたら、うん、多分取れたと思うんだよね。なるほど、うん、だからまあここら辺のその、まあ、エラーはコンビネーション、うん、で助けられる時もあるし、うん、だからちょっともったいないエラーだったかなっていうね、はい、まあ、せっかくゲッツーを取れる時にゲッツーを取らないと、まあ、ピンチは当然広がるしね、まあ、そういうところはしっかりやってほしいなっていうふうに思うのと、うん、はい、やっぱ中野がショートに入ってこれね、ちょっと懸念していたまあそうだなことですか、うん、だからまあ阪神で秋からずっとセカンドの練習をやり、はい、まあ、全日本に入ってね、うん、ショートの練習をしてるんだろうけども完全に足が止まっちゃったね。うん、だから完全に足が止まるっていうのはなんかこうセカンドに慣れてきてるのかなっていうような、そんな感じのバウンドの合わし方だったんだよ。これ昨シーズンショートでやっていて、うん、でこの今シーズンに合わせてセカンドをやっててのショートの守備っていうのは、はいはい、このセカンドがなけのやってなければ何の問題もないところなんでしょうか、うん、いやまあでもバウンドは合わせきれてなかったよね。うーん、
だからこれはもう技術的なフットワークのミスっていうかさ、はい、ただねやっぱこう高角度と高角度じゃさ、うんうん、やっぱ野球の見え方って変わるんだよね、うんうん、だからここら辺やっぱちょっと不安が残ったね中野のエラーはね、うん、でもその後にチャンスでタイムリー打ったりとかしてたから、うん、だから取り戻してはしてたけどもね、うん、はい、はい、で山田の状態、はい、この三振2つしたんだけどもさちょっと状態が悪いね、うん、で1打席目も捉えてあ行ったかなっていうのが、まあ、全然失速してるしそうです、ね、ちょっと状態的にはあんまり良くないのかなっていう、うん、体の開きが早いのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じもしたし、まあ、変化球とかも盛んに積極的に振ってはいってるんだけど、うん、ちょっとタイミングがちょっとずれてるかなという、うんうん、だからもう少し打席に多く立った方がいいかもね。なるほど、うん、で今日山田を1番に使ったっていうのは、うん、本ちゃんでも山田1番で行く可能性があるから、はい、やっぱ山田の出塁っていうのはすごく大きいからね、うん、だから状態を上げてほしいなっていうふうに、はい、村上とかノーヒットだったんだけど振り方だとかファールの仕方を見てるとタイミングがそんなに悪くないんだよ、うん、あとはちょっとゲーム感、うん、これが慣れて入ってくるか入ってこないかっていうようなところまで来てるんだけどもまあ山川もそうだし、はい、だけど山田のはねちょっとねズレが大きいなっていうような感じがしたね、はい、で最後にコーチ陣の野球の勘を取り戻す、はい、ね、うん、これはやっぱり現場から離れてるとさやっぱこうコーチャーボックス立ったりだとかベンチにいたとしても感覚が追いついていかないというかさ、うんうん、呼び起こしができてない可能性もあるんだよ、うんうん、だから今日特に感じたのはサードコーチャーってすごく難しくて、はい、シュートが飛び出して、はい、向こうのエラーで生還はできたんだけど、はい、ああいうのって本当にチャンスの時にシュートがいる接戦の時にシュートがいる、うん、そういうことを考えるとやっぱセカンドがポロッとしてエラーした時に飛び出しちゃってるんだよね、うん、それで本当は挟まれるところを向こうの暴投で点が入ったんだけど、はい、だから目立たないプレーにはなったかもわからないけども、はい、そういうところなんかやっぱはっきりしてほしいよね、うん、あと岡本のレフト前でやっぱこう帰れるところを止めちゃったとかさ、うん、やっぱ取れる時に取るというね、うん、まあそういうなんていうかなこうコーチとして、うん、まあ、野球感を取り戻して早くしてほしいなっていうふうにはちょっと感じたけどもね。なるほど、はいはい、はい、まあでもねやっぱりみんなダルビッシュを中心に、うん、ベンチの中でもいろんな意見交換があったりだとか、うん、バッテリーとかでも投げ終わった後にもう盛んに話をしてたり投げ終わったピッチャーが、まあ、キャッチャーと話をしてたりだとかさ、うん、で、まあ、ダルビッシュにピッチャーはなんか聞きに行ってたりだとかさ、うん、なんかこう微笑ましいよね。雰囲気すごい良さそう、ね、良さそうだよね。だからまあこの雰囲気をこう保ったままね、まあこういう試合っていうのはいろいろ課題が出て当然だし、うん、で課題が出た方がいいんだよね、逆にね、うんうん、だからまあ初戦とすれば非常に投手陣、まあ、頼もしく思ったし、うん、バッター陣はやっぱちょっと焦りが多少ある選手もいるなっていうような感じがしたよね。なるほど、調整でね、まあ、こういった、ね、代表のチームっていうのは、はい、いろいろなところからみんなが来てやるのが一番、ね、こう輪が難しいっていうところもありますが、まあね、今はそれは良さそうに見えましたかね、うん、良さそうに見えたね、うん、まあ、それとやっぱりお客さんがあれだけ入ってきてるから、いや久しぶりに見ましたなんか、まあ、調整とはいえね大変だと思うけど、はい、ね、まあ、明日もあるんで、はい、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、はい。